匂いがやばいこれ。うわー、なにこれ、鼻が。みんなこんにちは、科学のお姉さんこと五十嵐美希です。今回のテーマは直列回路と並列回路です。回路の電球を取ったらどうなるのかやってみましょう。それではレッツサイエンス。さあ皆さん、このつなぎ方なんと言うんでしたっけ。そう、並列回路です。ではここでクイズです。この電球を1個外すと、もう1個の電球はどうなるでしょうか。1番、もう1つの電球は消える。2番、もう1つの電球は光り続ける。3番、もう1つの電球が燃える。4番、もう1つの電球がブーブー文句を言い始める。ブーブー。では外してみましょう。なんともう一個の電球は光り続けています。ということで正解は2番でした。当たった人拍手。次はこんなつなぎ方をしました。じゃん。さあこれなんて言うんでしたっけ。そうです、直列回路です。ではここでまたクイズです。この電球を一つ外すと、もう一つの電球はどうなるでしょうか。1番、もう一つの電球は消える。2番、もう一つの電球は光り続ける。3番、もう一つの電球は光ったり消えたりチカチカする。4番、電球は大喜びする。わーい、万歳万歳。わーい万歳。それでは外してみましょう。あれ、なんともう一つの電球も消えてしまいました。ということで正解は1番の消えるでした。当たった人に拍手。並列回路はこのように途中で枝分かれする回路です。お水の流れでイメージしてみると分かりやすいです。お水がここから流れて、こちらに両方流れていきますよね。なのでこの一方がせき止められても、お水はこっち側には流れているので、このように電球が光り続けます。それに対して直列回路はこのようにぐるっと一つの輪になるようにつながった回路です。お水の流れでイメージしてみると、はい、ここからお水が流れてきて、はい、ここでせき止められてしまうと、お水はこっち側に流れていきませんよね。なのでこっちを外すと、こっちも消えてしまいました。そしてこの並列回路と直列回路のこの電球の光り方の違いについては、また別の動画でご説明します。ミキ先生の挑戦状。何ですかこれ。すごいですけど、でも何？先生にゲームに挑戦していただきます。はい、電球のシアンルーレット。面白い。最後の1個が光り続けるように、はい、電球を外していきます。あ、これ1個ずつ外してって、はい、で1個だけ光るようにするってことですか。むずっ。だってこれ見えてないじゃないですか。うん。科学の力でそこは乗り越えて。わかりました。で、全部消えてしまった時には、はい、罰ゲームだ。何？もう最悪、本当に。ねえ、やだ。苦い、辛い、後味激辛って書いてありますよ。これ何か、お茶？罰ゲーム茶、絶叫するダブルの刺激。これやばくない？何、絶叫するダブルの刺激。準備される感じなんですね。やばい、色が。ちょっと待って、これ何か気持ち悪い。あ、唐辛子。
いやそうあれじゃないですか、なんか飲むってなったら作るじゃないですか何でも作ってるんですか色はなんか綺麗なお紅茶みたいなもう飲む前提じゃんこれもう外していきます。いやでもこれあれですよね、この全部覆われてるんで何で使えるか私からは分からないという状態なんで、その明るさみたいなところからちょっと推理をしていきたいなと思います。まずちょっとねこの弱々しい方々は直列回路の光り方と似ていたので、この人たちは直列回路だと思う、だから撮っていきます。最高はどれだろう、今3つ消えたかな、これがだから直列回路だったんだと思います。うえー怖ー怖ー、これ面白い、でも勉強になる、みんなも想像しながらぜひ楽しんでね。え、でこの3つが今直列だったってことだよね、消えたからさ川の流れがせき止められたわけじゃない。じゃあ今度この2つが直列なんじゃないかなって思ってこいつを、え、なんか今全部チカチカしたんだけど怖っお、ほらこの3つ直列だった、読みが当たっていますよ今のところ。さあ問題はここからですよ。で大体同じような光り方をしている君たち、じゃあ行ってみるか。はあ、ほら、すごくないこの読みすごくないこれ残ると思ったんで、私なんとなく場所的にも、え、わかんなくなってきた、つらいどうしよう、あと3つだよ、どうしよう、なんかね、この1個すごい光り輝いてんのがあるんだよね、光り輝いてんのが、これがね多分直で1個いってるやつなんじゃないかなって思うんだけど、予想はこの子とこの子が直列なんじゃないかなと思ってきます。やったどうしようどうしよう、できちゃった、ごめんなさいだって勉強してきたもん私やった回路を見て確認をしてみます。はい、見てすごいね、だから最後残ったこの子かな、この子だけ直で一人でつながってたってことなんだよね。カイロ図を、カイロ図これ書くの、これめちゃめちゃ大変だよシンプルな図に戻した、これ直列になってるってこと、まあじゃあ書きますか、 1,2,3 ってことね、はいはいとか言ってまあ、このこう来てでこれが1、2個つながってるってことなのかな、2個つながってる、これ同士は直列、この2つは直列で、一回戻ってきてるっていうのが、まあ一つこの部分の回路で、でもうここが 1,2,3 個さっき一気に消えたのね、1個で、この子は最後に残った子だね、
個これでどうだ。でじゃん、正解。おやったでも、はい、電池が3個直列に使っているので、はい、お、本当だ本当だ。いただきます。あーそっか、これ電源として見てたこの1個のやつダメ、まあ、飲んどくか。でん、来たよ。お次いたしましょうもう注いでるよ、もう知らないもんもう注いでる。匂いがやばいこれうえー、何これ、うわっ、もうなんか鼻がじゃあ飲みます、いきます。うわー辛い一瞬で赤くなった。ほら見て、この首のとことか辛いよ、めっちゃ赤い。私どう大丈夫、この後いろいろ撮影できないよ。うん、おお、このなんか人間のこの真ん中の管が全部熱いなんかこのこの真ん中のやつが全部熱いということで、今日のまとめ、はあ、何でしたっけみんな伝わったかな、この直列回路と並列回路の面白さ伝わったかな。さあもうみんな今日はこの並列回路と直列回路の違いが分かったよね。もう私は辛くてね、何も喋りたくないの今。だからみんな各々復習しておいてください。それじゃあまた次回お会いしましょう。バイバーイ辛いもん、はあ